韓国式中華の老舗で食べる辛くてうまいジャジャン麺と揚げ餃子。ソウル慶福宮近くのソチョン、ここに創業から60年、今も大人気の中華屋さんがある。店内には有名人のサインが所狭しと並んでいる。韓国式中華には押しも押されぬ2大人気メニューがある。甘くて美味しいこってりジャジャン麺と、具沢山で辛くてうまいちゃんぽん麺。普通は甘いはずのジャジャン麺だけど、このお店は激辛ジャジャン麺が有名らしい。辛いジャジャン麺なんて食べたことないので、ジャジャン麺を注文した。豚肉や玉ねぎと黒味噌を炒めたソースを麺に絡ませるジャジャン麺、それから餃子。これは汁気の少ないタイプのジャジャンソース。まず麺にしっかり絡ませる。口が辛いというよりは全身から汗が噴き出しそうな辛さだ。今頭の汗腺が一気に開いている。見た目は完全に甘そうなのに、すごく刺激的な味。韓国でいう焼き餃子は揚げ餃子だ。この店のはパリッと揚がっていて脂っこくない。しっかり詰まった具も美味しい。韓国でも中華料理は大人気。韓国式中華の特徴はこのジャジャン麺とちゃんぽんが代表メニューということ。一品料理のサイズが大きいこと。出前がとても発達していて、食べたい時に家でも食べられるということ。なぜか必ず真っ黄色のたくあんと生玉ねぎに黒味噌がついてくること。お昼時なのでさっきから出前注文の電話が鳴り続けていて大繁盛だ。茶色いジャジャンソースの中に唐辛子の緑がちらほら混ざっている。ソース自体は甘さ控えめで上品な味だけど、そこにスカッと激辛のチョンヤン唐辛子が効いていて、すごく中毒性のある味だ。餃子に残ったソースを絡めてみる。
これも美味しい。レトロ感満点の中華屋さんで食べる、思い出すだけで唾の湧くような刺激的な美味しさ。これは癖になりそう。